まい。ということで、いやー、大分、はい、別府名物鳥天っていうのをね、今食べてみたんですけどね、めちゃめちゃうまいっす。これ東京のね、唐揚げなんかもね、非常に私食べてるんですが、もう本当比べ物にならないほど美味しいですね、これ。まあ以前ね、中津の唐揚げも食べたことがあるんですけどね、本当に大分とか別府とか、まあそこで食べるね、唐揚げってね、めちゃめちゃ美味しいですね。ちょっと一回ね、さっきね、ちょっと箸で食べる姿をね、ご覧いただいたわけですが、一度ね、ちょっと箸をつけるとですね、もう止まらないぐらい、めちゃめちゃ美味しいですね。ちょっとね、周りの方のちょっと迷惑になるので、この辺にしておきますかね。まあ、ぜひね、はい、鳥天、別府名物鳥天ね、ぜひお越しいただいた時はね、お召し上がりに なられていただければと思います。めちゃめちゃ美味しいです。今までね、15分間ですね、あちらはい、ちょっとね、撮影許可、はい、出なくてですね、ちょっと砂湯の部分はですね、撮影することができなかったんですが、15分間ですね、砂湯に、はい、入浴してきまして、めちゃめちゃ気持ちいいような感じで、はい、今ちょっとシャワー室からね、はい、ですね、まあこういうような感じで、まあ、海岸をちょっと見ながらね、砂湯に使ってね、まあ非常に気持ちいいような感じで、ね、タクシーの、はい、ね、運転手さんとお話ししてたんですけど、まあ東京や大阪からですね、別府温泉に来られる時は、はい、方はですね、この砂湯にね、入浴される方が非常に多いってことであります。まあこういうような感じで、ちょっとか、海岸をね、見ながらですね、非常に日常の疲れとか、まあ、テレワークとか、まあ、そういうような、ね、疲れから解放されたいということで、まあ、この砂湯にね、まあ、15分間も重いちょっと砂湯に浸ることでですね、肩こりやちょっと腰痛にね、非常に効くってこと、私もね、非常に肩こりとか腰痛とか非常にあって、はい、まあ、そういうことでね、気持ちいいような感じで、はい。ね、まあシャワー室から戻ってきてね、今こういうような感じで撮影させていただきます。まあこういうような感じで、ちょっと今日は曇り空だって、まあはい、ただね、海岸付近ということで非常に気持ちいいですね。まあ砂湯に浸って、まあね、温かいちょっとお湯に浸りながら、ね、浸かりながらね、気持ちいい時間とリラックスしてね、まあテレワークとかで疲れて、まあ結構ストレス抱えてるね、まあ東京の方とか大阪の方ね、非常にいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあそういう感じでね、ちょっと今、はい、今日は、9月23日っていうことですが、まあこの別府温泉にね、浸りながらね、まあこの後ですね、東京に戻ります。なので東京に戻ってまたね、明日から気合を入れて仕事に取り込もうというふうに思います。まあこういうような感じでね、ありますが、まあこういうような感じで温泉に浸りながらね、ということで、まあ全国のね、まあ温泉っていうのをですね、ちょっと下にリンク貼っておきますよね。まあこういうようなメタバースの空間を通じてですね、どん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 アピールして、まあコロナの影響でやっぱりお客さんの数はちょっと減ってるってことであります。まあそういう感じでね、まあ別府温泉に限らずですね、まあ全国の、はい、まあ温泉のね、ね、アピール、まあ観光名所をアピール手段として、まあこういうような感じで、はい、まあメタバースの空間でですね、まあ特にね、
今日ちょっと感じたのはね、砂湯にかぶってる方はですね、やっぱり高齢者の方とか、まあ中高年以上の方が非常に多かったなっていう印象をね、非常に受けましたね。なので、まあ今後ね、どんどん若年層の方にもですね、まあこういう別府温泉の魅力をですね、非常に伝えるためにですね、まあこういうメタバース、まあ最新のね、メタバースの空間を通じてですね、どんどん観光地っていうのをアピールしていただいて、まあね、ちょっと先になりますがね、例えば温泉まんじゅうとか、まあそういうのを NFT 化してですね、まあそれでね、どんどん世界の中でね、例えばオープンシーなんかで、販売するようになれば、まあね、例えば別府温泉なんかをですね、世界中にね、発信することができるってことで、まあ世界に向けて、はい、別府温泉をね、アピールすれば、まあ別府温泉に限らずね、まあ箱根温泉だったり、まあ他のちょっと温泉、のところをですね、アピールする手段として、結構若年層をですね、やっぱり事業がですね、はい、継続的にですね、ね、長期的にですね、まあ持続するためにはね、いかに若年層を囲い込むかってことが非常に重要だというふうに思います。まあそういう意味でね、下にちょっと、はい、貼っておきますがね、まあこういうような感じで、はい、メタバースを通じて、要するにね、ベガシティの中で、ね、ご自身のね、温泉の、名所をね、アピール手段としていただければと思います。まあこれからね、ちょっと東京に戻ります。ということでね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。まあ明日からね、本当に仕事頑張りますのでよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。さよなら。